はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自作から動画を配信していきます。この動画で、ね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、チャリンコ活動を略してチャリ活と奥さんが命名してくれました。まあ、僕がね、電動自転車でどこまでも行くことをね、ある日奥さんがね、今日チャリ活するんってこういきなり聞いてきたので、うちの夫婦間ではこうチャリ活となりました。まあ、というのもね、運動をしなさいと先生に言われてからですね、まあ、これは以前にもお話ししましたけども、まあ、自転車でわざわざ30分かけて買い物に行き、30分かけて帰ってくるという体を動かすことを始めてます。電動自転車ですけどね、まあね、でも先週言われてから、先週の次の時にね、言われてからですね、まあ、1日おきにぐらいに行ってますので、まだまあ3日ほどしかね、できてませんけども、まあ、先日、実はですね、片道1時間電動自転車で走りました。まあその息子のね、保育園に提出する書類をね、病院の先生に書いてもらうためにですね、ちょっと紙書いてもらってくるわーって、こう、しれーっと朝8時半に出かけました。どうやら奥さんはね、まあ、職場の美容室にね、行ったと思ってたみたいなんで、真実を話すとですね、大変驚いていました。あの、そりゃそうですよね。朝から1時間かけて、すごい上り坂の上にそびえる大学病院まで自転車で行くとは思わないですよね。まあ、それに帰りもね、1時間かかるし、しかも書類を提出しただけなのでね、滞在時間なんて5分ですよ。なので、まあ、10時半にはね、帰ってきてました。行きはめっちゃ心がね、折れそうになりましたね。あの、僕の住んでる地域はね、地形が、その、家、ここの家から、その病院までのね、まあ、平坦と思われる道、道路でもですね、実は、ちょっとこう、穏やかな上り坂になってるんですよ。まあ、そしてですね、病院に近づいてくるとですね、急な上り坂になるのでね、しんどいんですけど、帰りはまあその分反対にですね、下り坂なのでめちゃ楽ちんでした。まあ、往復2時間のね、チャリ活でね、いい運動になりました。というかね、体がそれだけ元気になってきたってことですよね。まあ、電動自転車ですけど、まあ、体を2時間しっかり動かしたことには変わりないんで、まあ、自分の中ではこの運動のね、ジャンルにね、入れてます。ご飯も食べるようになったし、体も動かせれるようになった。できたし、順調にね、回復しております。無理にね、ストレッチや筋トレをするよりもね、穏やかに体を動かしているからね、まあ、今のところ続いてるんだと思います。まあ、本当に穏やかにね、自転車を漕いでますよ。まあ、どれぐらい穏やかと言いますとですね、分かる人には分かるんですけども、あのワンピースの青生地ぐらいゆっくり漕いでます。まあ、知らん人はね、皆さんの周りでですね、ワンピースマニアがいてるんで、絶対いてるんで、その人らに聞いてみてください。まあ、チャリ活のお話でした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。